彼女の面影。彼女が地方になりました。以前から物忘れが激しかったが、ある日の夜中に突然昼ご飯と言って料理を始めた。さらに、私はあなたの妹なのと言ったりするので、これは変だと思い病院へ行ったら痴呆症だと言われた。俺と彼女は結婚する約束をしていた。給料3ヶ月分とは言えないけど、もう指輪も用意していた。あとはこれを渡してプロポーズをするだけだった。でも彼女はもうほとんど俺のことを覚えていない。一人では何もできなくなり、俺が介護するしかなかった。仕事も辞め、彼女と二人きりで家に引きこもって、毎日毎日俺は彼女の右手を握り続けた。やがて貯金も底をつき、いよいよ生きていくためのお金がなくなった。その頃から彼女の両親が娘を引き取りたいと言ってきた。彼女の父親に、君もまだ若いんだから、これからの人生を生きなよ、娘のことは忘れてくれと言われた。でも俺は忘れられなかったよ。新しい職場でも考えるのはいつも彼女のことばかり。四六時中一つのことしか考えられない人間の気持ちはなかなか理解を得られないと思う。1年が経った頃、彼女の実家を訪ねてみた。でも家には誰もいなかった。彼女も彼女の両親も町から消えていた。彼女の家族が北陸の町で暮らしていることを知り、すぐにそこへ行ってみた。海沿いの家に住んでいてさ、家に行くと彼女の母親は驚いていた。俺は彼女に渡したいものがある、直接渡したいと告げた。そしたら海で待っててくださいと彼女の母親は言って奥に消えたよ。浜辺で待っていると、寝巻き姿の彼女を母親が連れてきてさ、彼女の姿はもうひどかったよ。言葉にできないほどに。俺と彼女は浜辺に二人で座った。彼女の母親は気を利かせてくれたのか、どこかへ行った。彼女は何やらわけのわからないことばかり言っていたよ。何だったかな、世界一遠くて近い場所とか、音の響きが聞こえないとか、そんなことだ。俺は彼女の左手を持ってポケットからあるものを取り出した。彼女の誕生石であるエメラルドの指輪だ。俺がそっとそれをはめてやると、彼女は嬉しそうな表情をした後、しばらく黙り、そして泣いた。自分でもなんで泣いたのかがわからないみたいだった。それを見ていたら俺も泣けてきちゃった。俺は彼女を抱きしめておうおうと泣いたよ。多分2時間ほどそうしていたんじゃないかな。彼女に少し強く抱きしめられているような気がした。いかがでしたか？よろしければチャンネル登録をお願いいたします。新しいお話を追加していきますので、ぜひまたいらしてくださいね。